番矯正ラカ先生第2弾どうろ48もうめっちゃ曲げガチガチ痛い出てくる痛い素晴らしい。和田のカンナの和田です。サーカスです。はい、今日は骨盤矯正ラカ先生第2弾お送りしたいと思います。マキル先生と一緒な感じで進行していってるんですけれども、ラカ先生にもしっかりとですね宿題を出させていただいて、きっとですねトレーニングしていい状態をキープできているのであろうと思います。そうですね宿題どうですか。宿題ですね。はい、どうですか。頑張りました。あ、本当ですか。はい、そうです楽しみですね。そうですね、今日もしっかりですね骨盤周りを埋めてあげて、ご自身の筋力で固定していきたいと思います。まず、検査をしていきましょう。じゃあまずですね、まだまだじゃあ目を閉じて、しっかり足踏み手を振って50回数えます。はい、じゃあいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、しっかり上げましょう。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、目が開けてください。お、めっちゃ曲げだいぶ前のめりなんですね。進みたいんですね。じゃなんかこっちがね崩れるイメージ。はい、あ、本当ですか結構この辺まで来てましたね。うん、ここ宿題やってたんですけどね、うん、やっぱりことがありますね今日はしっかりと骨盤周りの柔軟性も上げていくので、開脚もですねどうかなっていうのも見ていきたいと思います。では今開脚の状態を、お、お、すごいすごいすごい、お、意外と顔上げましょう膝がちょっとこう曲がってる感じがありましたね。大丈夫ですか。大丈夫です。避けました、避けました、ね、はい、じゃあどうなるか行きましょうはい、あ、私今何もやってないよ何もしてないのにどうしました。ついましたなんでただここに乗せただけ楽しいね。宿題やった人はこれですか宿題大好きですよ。宿題、そうですね、いろんな人から出てますよね、宿題。出てますよ。おー、硬そうですけど。硬いっすね。あんまりすぎるか。頑張って逆に、腸腰筋鍛えすぎました。ちょっとずっといきますよ。頑張りましょう。あー、でもいろんな人いるんですよ。いや、その気持ちはわかります。心地いいんですよね。あれ？うーってなる緩んだらめっちゃ気持ちいいんですけど、ね、そうですね、緩むまでがちょっと痛みじゃないんです。痛いとかじゃないんですよね、うん、痛くて痛いんだけど耐えれない痛みじゃないんですけどね。え、前回はちょっと足重くないですか何かしました。誕生日とかはありましたねそうでした。だからなんだろう言っちゃっただから何足が重いと関係あるのかなって年を取ったので、その分なんか、ああ、なるほど、その一瞬で難しいな、宿題も出したのに全体的にめっちゃ重いっすね、うん、重たさ、なんか見てる感じも重たそうです。重いですね、全体的に動きが相当悪いですね。誕生日で小さい年取り急に動きが悪くなるミシミシ膝ミシミシってつけ、回転も加えていきます。聞こえます、ポキ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 ってどこが言ってるの。股関節、腰、腰です、腰です。はあ、気持ちよくないですか。そうですね、もうそれだけで普段動かせてないんです大丈夫です。はい、
さっきあげただけで釣りそうだった。水分不足かもしれないですね。あ、誕生日だったから。アルコールばっかりした。いやー、これはやばい。めっちゃアルコール飲みましたか？いただいたので。いただいた？でもたくさんいただきましたね。業務用の。あれどれぐらいですかね。え、5リットルです。5リットル。あれでしょ？一週間ぐらいで飲み干す予定ですよ。そんな僕飲まないです。家では全然。本当はそんな好きじゃないと思うんですよ。いやいやいや、そんなわけないでしょ。飲むのは飲むんですけど、うん、でもジュースとかも好きなんですよ。甘いジュースですか？ボスのグリーンスムージー。甘いですね。飲み物の中では一番好き。そうなんですか。飲み物の中で。カゴメのシャインマスカットスムージー。スムージーが好きなんですね。スムージーが好きみたいですね。どうやら。あ、でもあれですよね。今年流行るチーズケーキの飲み物。わかります。そういうあるんですか。今年の流行る予想ですよね。飲むチーズケーキです。すぎたし跳ね返されるんで。そんなに回すことはあんまないですよね。絶対ないですね。回してください。いやすっごいね、中の分が入れてくるから蘇ってる感じですね。ドキ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 血流が良くなって。あ、いいですね。いつもじゃなくてですか。日曜はね、お父さん活動張り切ってするらしいんで。あ、走りましたか。うん、はい。そうですね、天気悪かったですね。あとはね、チューリップ植えました。チューリップ植えた。あ、温泉行ったんですか。はい。お、いいな。私温泉大好きです。あ、いいですよね、温泉。福岡の温泉はほぼ行きました。温泉もある。福岡先生は温泉は好きです。ただ長風呂はできないです。そういえばそうでしたね。のぼせ上がっちゃうんで。でも最近体質改善でこう湯船になるべく毎日浸かるようになってから、多分ちょっと長めにやっぱ浸かれるようになるんだなって思いました。硬そうっすね。そこちょっと無理に動かしますよ。店長店長痛くないですよ。本当ガチガチ。うん、なんか動かないですもんね、足。すごいいろんな筋肉が骨盤にへばりついてそうですね。チューンってやつですね。チューンですね。優しくするから大丈夫ですよ。逆に嫌なんですよね。ここもアプローチしたいので、ちょっと呼吸もしながらグッとしますよ。はい、グッといきますよ。全然入らない。もうちょっと吸って。何ですか。痛い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 。重症ですね。あの親よりひどめですかね、じゃあ。あまりからそんな激しくしない。あ、そっか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 、なるほどなるほど。ちょっと2回目なんで。ちょっとね。宿題にしてきてくれた手でやってみましょう。全然上がらんすぎ。よいしょ。あやさんの筋トレみたいな。ね、私こう見えても力強いんで大丈夫です。ちょっとほら軽くなってるでしょ。右整えると大体ですね。あ、結構、うん、動きが良くなってますね。あー、でも本当太ももパンパンですよね。じゃあこっちもですね、緩めていきたいと思います。で、呼吸しましょう。重症ですよね。絶対ですよね。まあ、ここまで硬い人はちょっと珍しいですね。基本骨盤矯正もですね、針とセットでするのでより効果的です。で、こちらも伸ばします。プロレス締め技。うわー、ゴギゴギってましたね。あ、でも緩みましたね。いい感じです。大丈夫ですか。脱力。脱力ですね。今ここでしっかり緩めてあげて、いい状態にしたので、ここからは佐賀先生がね、ご自身で頑張ってもらって、カチッと食べてもらいましょうか。
はい。さてさて、どうかしら。ご自身でお尻の感覚ちょっと確かめましょうか。いいお尻ですね。片方ずつして頑張れば頑張るほどキュッとピックアップ効果もありますので、はい、はい、そう、前回との間にこちらからこちら10回カウントでします。で止まって10回全て私は抵抗します。はい、はい、どれぐらい抵抗はしないといけないかなと思って気合い入れて私も頑張りたいと思います。はい、飛ばしちゃったらすいません。あ、自信があるんですね、それだけ。私は、おいって頑張ってございますね。わかりました。じゃあ、行きます。せーの。はい。いい。あやさん、とぼけ、はい、なーし。なーし。はい。いい。頑張って。頑張って。まださんですよ。はい、しうん、合う。おいしい。あともうちょっと。はい。最後まで頑張りましょう。うわ、はい。10。はい、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、10。あー。力入れてましたよね。血管稽古。マジですか。片方やってるだけで上がってるの分かりますか。分かりますか。あ、うん。なんか違う。違いますか。うん。うんうん。おお。うん。ちょっとだけ。そうですね。あれぐらいでもこうなると。うん。頑張りがいがありますね。そうですね。いや。そうですよね。うん、声がちっちゃい。声が。していただいたはずなんですよね。サイズ差がある。あ、なるほど、うん、すごいのかな、右利きなの、なるほど、今のは違うってことですね。じゃあこっちも同じようにやっていきます。せーの、はい、いい。待って、もっと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 、もっともっと、もっと、はい、いい、力ですよ、力、力、力、はい、さあ頑張ってください。はい、し閉まってます。うんうん、スピッと終わりましたね。じゃあ今からお尻をもっとキュッと締める運動をしていきたいと思います。呼吸と合わせて、では鼻から吸いましょう。締めたまま、ふー、お尻キュッ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 、締めたまま、はい、締めたまま吸って、閉めたまま閉めたまま呼吸して、閉めたまま閉めたまま閉めたまま、はい、閉めたまま吸って、もっと吸って、閉めて閉めて閉めて、はい、ふーキューッと閉めて閉めて閉めて、はーい、オッケーです。最後ペチャってなりましたね。いやー、熱い、あやさんも汗かく。これは私も頑張らないとです、ね、もうすごいですね、こじり、うん、ね、すごい、ちょっと、ちょっと、大丈夫ですか。触ってみてください。お尻がキュッと、あー、さらに、うん、そうですね、ありましたね。お尻の筋肉とっても大事なんで、しっかり使ってください。脳にね、叩き込んで、ここ使うんだよってことを教えてあげる。毎日してくださいね。はい。はい、ではチェックしましょう。だいぶなんか体力を消耗。
50回目を閉じて、はい、しっかり足を振りながら行きます、はい、せーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50。素晴らしい。素晴らしい。あんなに前のめりに出てきてたのに。そうですよ、出たがりでしたよ ね、 ね、確かに全然この辺まで、うん、出てました出てました出たと思うんですよね、うん、だいぶいいですね、うん、いいほぼ、うん、ほぼ変わってない。ちょっとまあお疲れだと思うんですけど私もちょっと息上がってるんですけどちょっと喋るのきついぐらいなんですけどもいい状態でよかったです。柔軟性もアップしているであろう。お、いきますか。お、お、お、やばい。あ、いいじゃないですか。ペタッとペタッと。ペタッと。ペタッとペタッと。手離せません。手離せない。感覚どうです。全然楽そうですね。うん。あ、うんうんうん。わあ、いい感じですね。まあ、こんなもんですね。は。お。きつい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 。あんまり無理しない。するするする。する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 。だいぶですね、骨盤周りの筋肉さんが疲労困憊している感じでしたね。あのガチガチさんだったんで、宿題頑張りました。すみませんだなんかちょっと声がちっちゃいかな引き続きですね、はい、骨盤いい状態に持っていってるので、ストレッチするのはもう当たり前のことでやっていただきたいんですけれども、はい、まずキープ力を上げるためにしっかりご自身のお尻を使うことを覚えさせていただきたいんで、さっき施術でも行ったお尻キュッ、はい、キュッてしてみてください、はい、難しいですよね。うん、難しいんですよね。おそらく施術の後なんでしやすいと思います。うん、確かに、はい、今骨盤の状態をいい状態にしているので、お尻に力が入りやすい状態になっていると思います。目安としてはお尻に力が入りづらくなったってなると、もうちょっと元に戻ってきちゃったかな。あ、なるほど、うん、っていうことの目安にもなります。なので次回また戻りきる前にもう一度施術をして、しっかりお尻が使えるように再教育していきたいと思います。歩く時もこう入れますか。入れたまま意識して歩けばいいですか。もうね、どんな時でも、こうやって喋ってる時もお尻、はい、なんでやねんって言ってたらお尻意識そこに置けばいいですね、はい、実際の患者さんの施術ではちょっと階段みたいな感じで段階踏んでトレーニングと宿題の内容ですね。今お尻に注目してやってるんですけど、お尻だけじゃないので、お腹ですね、うん、もとても大事になってくるので、お尻が自然と何も考えずにできるようになったら次お腹に行きます。はい、でもまだお尻全然意識しないと使えないと思うので、はい、無意識にできるように頑張って鍛錬してください。はい、これからもこういった施術動画ですね、美容情報健康情報を配信していきますので、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画で。出てきた、生まれましたよ、ちっちゃいピエロ。あー、ちっちゃいピエロがなんかお尻から出てきました、うん、ちっちゃいピエロ、じゃあお預かりします。お尻からピヨって出てきましたね。さすが、骨盤整えたらどうやら出てくるんですすごい良くないですか。あれみたいな、うん、パンパンパンって